株式会社大津屋は、福井県福井市に本社を置き、主に福井県内で、コンビニエンスストアのオレンジボックス並びに、オレボステーションを展開している日本の企業である。1573年に、酒造メーカーとして創業し、その後両外商や、種類販売の事業に参入した。1930年に、酒造は、朝日酒造有限会社に譲渡し、 1965年には、主税納付で、福井税務所管内で首位を獲得したものの、11年後の1976年に廃業している。一方、大津屋は1963年9月27日に株式会社となった。しかしながら、酒屋としての将来性に疑問を持ち、1981年にオレンジボックスをオープン。その後、オレボキチン。 オレボステーション、これがうまいんじゃおうつやを次々とオープンしている。コンビニエンスストアを始める前は、酒屋で、御用劇を中心として、小売りを行っていたが、女性の社会進出とともに家庭にいる時間が減少した。また、御用機器では1日の訪問数に限界が来て、効率が悪かった。そこで、種類だけではなく食料品を販売し、夜にも、お客様に来ていただけるように、 これまでの酒屋から業務転換し、福井県発のコンビニエンスストアをオープンした。さらには CM も制作している。その後、経営難の酒屋から店舗を購入し、店舗数を順調に増やし、1986年には福井県発である24時間営業のオレンジボックスがクエン店がオープンした。しかしながら80年代後半に突入すると、 大手チェーンが福井県に進出し、差別化が課題となった。ある日、具なしの焼きそばを調理して販売したところ、わずか30分で完売。その成功からコンビニに調理場を設けて、惣菜品を販売することを決意。1995年9月、オレンジボックスが学園店を、丼、焼きたてパンと本格的店内調理をする店舗に改装。結果は、 日商50万円から90万円に売り上げが上がり成功した大津屋で販売している惣菜の特徴としてはその日の食材に合わせた地元の食材を使い社員自ら判断し販売を行っているその取り組みが評価され農林水産省から2008年に地産地消給食等メニューコンテストで農林水産省生産局長賞を受賞している 2011年6月23日には売上高工場を狙って 1g1 円のランチバイキングを開始した。100g からの量り売りで店内や直営工場で作られた総菜を20種類から40種類の範囲内で販売している。2013年3月からオフィスを関と業務提携し職場で販売する総菜の製造を行っている。デトルトにする際、 通常とは違う加熱殺菌方法で味を落とさずに長期保存が可能となっている。2019年10月より省力化の一環として重量計に総菜を置くだけで総菜の種類を判別し重量と値段が表示されたラベルが貼られる AI システムが導入されている。各店舗については公式サイトを参照。いずれの店舗も福井駅前のハッピリン2階に入居している。 ありがとうございます。